はい、国政政党党首立花孝志が NHK をぶっ壊すということで、令和3年2021年4月16日17時28分であります。今日は、まあ、記者会見3時間ぐらいやってたのかな、どんどん質問がなくなるまでお答えしていきたいと思ってるんですが、そんな中ですね、今日ホリエモンこと堀江貴文さんと12時半から約20分間、まあ、ラジオというか音声だけの対談をしました。で、あさってもスナック堀江というので対談させていただくんですが、ハゲ党というのを作りましたということから雑談がスタートをしたんですが、まあ、堀江さんちょっとハゲ党って言ってもハみたいな感じだったので、前回の参議院選挙で、まあ、当選してした9個の政党は皆さん知ってるわけですね。9個の政党ってどこですかっていうと、自由民主党、そして公明党、立憲民主党、国民民主党、共産党、日本維新の会、社会民主党、れいわ新選組、NHK から国民を守る党。この9個は、見事当選をしてですね、政党要件を満たしました。で、残り実は4つ落選をしている政党、政治団体ですね、政党というか国政政党になれなかった、政治団体があります。そのうちの10番目がですね、あまり知られてないのはちょっと僕びっくりしたんですが、安楽死会っていうのが、10番目でですね、25万票以上取ってたと思うんですが、まあ、残念ながら落選してます。安楽死会。そして、幸福実現党ですね。毎度おなじみ幸福実現党です。で、その次にオリーブの木っていうのがあって、最後労働者党、労働者の会かなんか、この4つですね、安楽死、オリーブの木、幸福実現党で、労働党、この4つの政治団体は立候補するために、3300万以上の供託金を払って立候補してるんですが、この4つの政治団体は1円もリターンがないという状態であると。特に安楽死会というのは、おそらく300万とか600万、供託金を出して10人の候補者を出してるんですが、もし彼らの取った票25万票ぐらい、27万票ぐらい取ってるんですが、これが政党交付金の対象になっているならば、どれぐらいのお金が返ってくるか、リターンされるかっていうと、25万票としてかける年間40円、最低40円入ってくるので、25万かける40、つまり1000万円が6年間保証されるっていうことなんですね。とすると6000万円入ってくる。でも 2% に満たないから、それはゼロになる。 2% を超えればそれは1億円以上の 年間ですよ。6年間で7億円以上のお金が入ってくるんですが、1億2000万円ぐらい入ってくるんですね。ところが 2% いかないと1円も入ってこないという制度が、これが大きな問題だと。であれば、このようにハゲ党とか生活保護党とかパチンコ党とか、細かい政治団体が一つに結集して 2% を超えれば、それぞれの政党、政治団体の得票に応じて、政党交付金を受け取ることができると説明させていただいたところ、堀江さんが、ああ、いいアイデアですね、と。まあ、これは僕と堀江さんのある程度の信頼関係というか、立花さんがハゲ党を作るって言っても、なんか考えがあるんだろうなと思って聞いてくれてるんですよ。これ、もう僕と堀江さんの信頼関係なかったら、ハゲ党を作るって言うから多分電話がちゃんと切られると思います。あおちゃうかって終わるんですけど、まあ、いずれにしてもそのハゲ党、その中の一つにハゲ党。で、ハゲってなんか困ってるんですかって堀江さんがおっしゃるんで、いやいや、ハゲてるだけでボーナスが安くなったりとか、昇格しなかったりとか。で、あ、堀江さん、ああ、そうなんですかみたいな感じだったんですが、まあ、いずれにしてもですね、堀江さんのあたりっていうのは、全然悪くなかった。で、そんな中で雑談等も作ったらどうですかということで、今日こんな感じでですね、この雑談と、ローマ字表記なんですが、堀江さんと、まあ、いわゆるクラブハウスみたいな感じですかね。音声だけで、まあ、会話をすると。で、ここで、まあ、聞いていただければ僕と堀江さんがどういう話をしたのかっていうのはお分かりいただけるとは思うんですが、僕は今回ね、NHK 党というのはもう大体の人はご存知
知ってくれてると思います。もちろんインターネットに触れない人が NHK 党とか NHK から国民を守る党とか NHK 受信料を支払わない方法を教える党っていうのピンとこないと思うんですが、やっぱりこのハゲ党っていうのは相当インパクト強いなっていうふうに思ってます。ハゲ三昧とかね、ハゲまみれとか、ハゲだらけとか、まあ寿司三昧、寿司まみれってもあるんですけど、このハゲっていうインパクトがやっぱすごいものがあるなと。で、今週刊新潮さんにちょっとお願いしてて、このハゲっていうあの豊田真由子さんの音源が使えないかっていうことで今、著作権の問題でちょっと問い合わせしてます。違うだろう、違うだろうっていうあのね。で、なぜこんなそのまあ逆にハゲの人をディスるというか、逆に差別してるじゃないかみたいな戦法を取るのかっていうことなんですけど、まあ近々ですね、僕多分ハゲ党にすると思います。うちの党の名前をおそらく来月ぐらいにハゲ党にすると思います。で、まあハゲ党ってもいきなりハゲはつらつ元気党で略称ハゲ党とかにするのか、もう直接ハゲ党にするのかっていうのはちょっとまあ別にしても、じゃあなぜそんなあの目立つとかあのふざけてるとか、逆にハゲの、ね、薄毛の人の人権を蹂躙するようなことをするのかっていうのは、あのあまりにも世の中の人に僕の考えをし、まあ、なかなか知ってもらえない。堀江さんと話をして、まあ、堀江さんは理解力も高い人だし、僕のことを信用してくれてるから真面目に聞いてくれるんでしょうけど、まあ、いきなりハゲ党って言ったらもうその時点でもう聞く気持たないって人もいるとは思うんですが、ただやはり我々の目的っていうのはこの NHK 党とか NHK から被害を受けている国民をお守りするっていう、ここ一点に尽きてるんですよ。僕の政治家をしている政党を作っている理由っていうのは NHK からの被害者を守るっていうところに尽きているんですね。そこだけをやりたいんです。で、一方で今日も会見に来てくれて NHK の番組をめちゃくちゃ見てる人が NHK のここがダメ、ここがダメとおっしゃるんですが、それは NHK のことが好きだから見てるから受信料払ったらいかがですかって言ってるわけです。もちろん NHK の変更報道を何とかしろとかいう人もいらっしゃるんですが、いや結局 NHK のことを期待してるじゃんっていう。で、そういう人たちが前回の去年、一昨年の参議院選挙で我々 NHK 党に、 NHK から国民を守る党に投票していただいたので 2% を超えたのかなと思ったんです。でも僕たちの NHK に対する思いっていうのは、 NHK なんて見ない、 NHK は必要ない、だからお金を払わない人を応援する、NHK を見ないから受信料を払わない、その人が NHK に裁判で訴えられた時にその人に代わって受信料を払うっていうのが NHK とのやりたいことであり、我々が政治団体になる前、政治団体になってから、国政政党になってからもやってきていることなんです。で、これをとにかくやらないといけないっていうのは僕の中にあるわけです。 NHK のスクランブル放送の実現まではNHK にお金を払わない人にしっかりとその人たちの経済的なことや精神的なフォローをしなきゃいけないという義務感に僕は変わられてるわけです。元 NHK 職員としてね、どうして NHK を見ない人にまで NHK に金払えって言うんだと。その人たちは絶対に保護しなきゃいけないです。守らなきゃいけないんですよ。だから政党助成金が欲しいってやってるんですね。で、まだまだ NHK 党のっていうか、もっと言うと立花隆の考えを理解してもらえている人が少ないので、であればもう一回このハゲ党というので目立った方がいいだろうっていう結論に言ってます。というのは、次の今年中に行われる衆議院選挙、さあ NHK 党でどれだけの票が入るか、それは僕の今の YouTube の再生回数を見ててもこれは 2% を超えるような得票が取れるとは全く思ってないです。じゃあそれが僕はダメかっていうと、そうじゃなくて、同じように僕が NHK 問題でお困りの方をお救いしたいように、いろいろな人が、動物愛護を考えてる人、まあここには書いてませんが、まあ、心の病の問題とか、自衛隊員の人権を守るとか、パチンコ店の従業員のことを守るとかね、企業の内部告発をした人を守りたいとか、そういういろいろな思いを強く持っている方が大勢いらっしゃることに気づいたので、であれば僕が NHK の被害者を守りたいと思っているように、
強い思いがある人がそれぞれの政治団体として集まればいいというのが諸派党構想です。ただ次の衆議院選挙で諸派党って言ってもなんだそれってまたなるんですよ。政治に関心のある人は諸派党って言われたらまあ政治団体の集まりかとかなるんでしょうけど、もう政治に関心のない20代の女性とかファッションとかの YouTube とかしか見ない人からすればもういくら言ったって諸派党って言ってもそんなの新しくも何ともないんです。ところがハゲ党っていうのが出てきてですね、どうもハゲ党党首立花孝志ですって言って自民党の総裁の菅総理とか枝野さんとこれから僕が討論会に出るわけですよね。ハゲ党になったのあなた NHK じゃなかったのってなるわけですよね。話題集まりますよね。でも僕はこの象徴的なハゲの人権、まあ薄毛とあえてここから言いますけども薄毛の人の人権とかを守りたいと思ってるわけですよ。だからそういうこの諸派党の中の代表的な悩みを持っている政党の名前に変えることによってなるほどと思ってくれる人が国民の 1% いれば半分しか選挙に行かないので 1% いれば得票率は 2% になるんです。だから100人に1人の共感を得るために今やってるんです。99人100人、有権者の100人のうち1人があ面白いなハゲ党って思ってもらえればいいわけで、でこれどうして悪目立ちをするも悪目立ちをしないと言ったのにまた悪目立ちをするのかっていうと、あの今回のマリエさんの騒動が実は一番のきっかけになってます。ヤルセナスって知ってる？ヤルセナスさんって俺初めて聞いたんやけど、ちょっと待って皆さんどうですかね。これまあ島田紳助さんや出川さんの名前がフューチャーされてるんですが、ヤルセナスさんっていうのは僕なんとなく聞いたことあるかなぐらいです。多分ねこれヤルセナスさんっていうのはどうも一人じゃないんですよね。これ漫才師さんです。二人なんですよね。僕初めて知りました。全然知らないです。で今ウィキペディア見てると、結成が1994年、まあまあそれは昔からいらっしゃるんでしょうね。で渡辺エーゼント所属の漫才師、コント漫才する方っていうことで顔が全然思い浮かばないですよね。石井康太さん46歳と中村剛さん46歳、もう顔見ても全然ピンとこないんですけど、つまりこのマリエさんの騒動で一番迷惑を受けてるのは出川哲朗さんです。 CM がなくなります。一方でこのヤルセナスさんは儲かってませんか？仕事ないでしょ。あります。本当にヤルセナスさんごめんなさいね、ヤルセナスファンの皆さんとか多分ヤルセナスって何と思ってネットで検索をしてヤルセナスさんっていうのを例えばこれどうだろう、ヘイシリー、はい、ヤルセナスの YouTube ウェブで見つかったヤルセナスのビデオはこちらです。でご覧ください。こんな感じで多分ヤルセナスさんっていうのが硬さを知ってほしいからちょっと今出てくると思うんですよ。皆さんそこ行くんですよね。とするとヤルセナスさんにとっては今大チャンスなんです。このコント師漫才師が面白ければヤルセナスさんは今回のマリエさんの発言で人気が出るチャンスなんです。彼らに実力があればですけどね。でも少なくともヤルセナスさんを検索した人ってこの1週間すごく増えてると思います、この騒動から。一方で出川さんは当然アクセスが増えて出川さんはフューチャーされてます。ところが出川さんはこんなスキャンダルは迷惑なんです。 CM が減るとか当然 NHK の番組の中出ておられるようですけども、そらさすがにこんな疑いがかかってるんだったら記者会見した方がいいんじゃないかとかいろいろ言われるわけですよね。出川さんにとっては何もメリットがない。一方でヤルセナスさんは多分下がることないと思うんですよね。いやそんなマリエの件でヤルセナスの仕事をキャンセルしたいという人多分会社ないと思うんですよ。これ本当失礼ですけどね。でということはつまりスキャンダルというのはその人の今いる状況に応じてプラスにもなるしマイナスにもなるということです。
つまりこのハゲトウというのはふざけてるように当然見えます。ぶっちゃけふざけてる部分もあります。ところがまず注目されないと何を主張しているのか理解してもらえないわけです。だからまだまだ NHK 党っていうのは理解してもらえてる人が少ない。むしろ誤解を与えてしまってるから NHK 党ワコンとか言われるんですね。僕たちは NHK の番組内容に口を出すなんて一言も言ってません。 NHK が公平中立な報道をしろとかそういうこと言ってるんじゃないですよ。間違った報道をした時には怒りますよ。でも NHK の報道とか番組がどちらかに変更してる、右とか左とかね、そんなんどうでもいいんですよ。それよりも NHK を見てない人を守りたい、救済したいって言ってるわけですよ。スマホとかこういうこんなもんでも NHK 金払えって言うわけですから、見てるわけないじゃないですか、ガラケーで。でそういう人を守るっていうことなので、これまで間違って NHK 党を応援してた人には違いますよ、我々は右翼団体でもなければ左翼団体でもないですよっていう PR も改めてしなきゃいけないし、一方で NHK に裁判負けたら、ああ受信料って裁判負けてから払えばいいんだ、でそう裁判になったら NHK とか全部出してくれるんだっていうことも理解してもらわなきゃいけない。でそういうために今は悪目立ちでハゲ党っていうのを次からこれを出していこう。そうするとふざけるなっていう人が、それは大方でしょうね、 90% じゃふざけるなでしょうけど、いやよく考えてるな、言うだけの政治家や政党よりも NHK に裁判されてもお金払ってくれるんだ、心の病、自分や家族が心の病になってるんだったら、心の病取り電話をしたらある程度相談乗ってもらえる、生活保護のことについても乗ってもらえる、内部告発をしようと思ってても内部告発やめたりとか匿名であるとかいろんなアドバイスがもらえるということで、真面目にやってるじゃんということを理解してもらえる人が 2% 以上いれば政党として継続できるわけですよ。だから今回ハゲ党にするっていう意味合いっていうのは、もう一度ふざけます、僕はもうふざけないと言いましたが、それはまあ残念ながらね、まあうちの党の中にもいろんな裏切り者がいて、上杉隆さんのようなね、もう嘘で固められたような人を僕が幹事長にしてしまったことによって、この国会内ではあの上杉なんかを幹事長にしている NHK 党は大したことないなとか、上杉から連絡があったから連絡を取らないっていう人も実際いたんですよね。それは私の目が節穴だった、すぐに人を信じてしまう僕に原因があったので、まあそれはそれとして、もう一度じゃあ悪目立ちしてみよう、でそれによって救われる方がいるんであれば僕はそれでいいと思ってます。何よりも NHK の被害者を守るんです。日々 NHK から裁判をされたり裁判の恐怖になっている人たちを守るっていうのが我々のもう最初からのスタートですから、そこをやるためには他の悩みを抱えている政党とつながっていくと。でこれからハゲ党ってなれば、何それふざけてるだろうって絶対なるんですけど、絶対に中身を知りたくなる。そりゃそうですよね。政見放送に10人20人ハゲてる人が出てきてですよ、このハゲーとかっていう音声とともにですよ、ハゲてる人のいわゆるまあ薄毛の人の悩みとかいろんな問題が出てくるんですよね。でもちろんそれ以外のもの出てくるので、諸派党っていうのは最終的に NHK 党がなぜハゲ党とか諸派党に変わるかって言ったら、僕はもうここがしたいだけです。 NHK の被害者を守りたいだけです。この国の国会議員たちが NHK の被害者を守ろうとしないから、スクランブル放送しようとしないんだから、この国会の参議院議員も衆議院議員も、俺自民党も公明党も立憲民主党もやらないんですよ。国民の声聞かないから、国民の多数の声の通りの政治をしない人たちだから仕方なくやろうとしてるんです。 NHK に裁判負けた人をお守りする、そのための原資を税金から引っ張ってくる、政党助成金をもらうっていうことです。それをね、これ僕の YouTube 見てくれてる方はああなるほどと思うでしょうし、この YouTube を自分から自発的に見てる人からしたら、立花またふざけるなよとかコメントが多分出ると思います。でもでもでもですよ、僕の YouTube は今数万回しか見られないような状況で、全然社会に対しての発信力がないんですよ。ところが政見放送や
党首討論でハゲ党ですって言えば、もうテレビはいやいや報道してざるを得なくなるわけです。そうすると日頃全然政治に関係ない人がこのハゲとかってまた出てきたら、な、何言ってんだろうってなるわけですよね。その中から、ああ、実は真面目なことをしてるんだということに気づいていただいた方に投票していただくっていうことが今回の狙いですので、僕の YouTube 見ていただいている方は、ああ、なるほどなと思っていただけると思いますので、とにかくね、救いたいんですよ。そういう少数意見。この国に少数派がまさに迫害されてるんですよ。富山浩一さんが言った通りね。だから、あの多数派による少数派の迫害っていうのを抑えていきたいというのもあります。だからニコ生と、これ今、横山みどり君に今も党首になれとさっき電話しましたけども、ニコニコ生放送や配信者の人たちが法的に守られるとか、いろんなトラブルを解決するっていう意味では、まあ、誹謗中傷を守るとか、そういうのにもつながるかもしれませんけども、いろいろな世の中の相談を親身になって受けることができて、相談を受けて解決策が提案できる、そういう政治団体を集めるために、ハゲ党という形で政党名を変える用意を今しております。おそらく6月の20日の船橋の選挙の後、早ければ5月中に政党名をハゲ党に変更したいと考えております。多くの方がいろんな政治団体名を考えていただいて、ツイッターやコメント欄にお寄せいただいたことを当然理解しております。ありがとうございます。で、僕がそんな中で、やっぱり私の発信を聞いた人は当然ハゲ党にはならんのですけども、今日の堀江さんのリアクションを見てると、とにかく、ってまず驚いて、世の中に驚いてもらわなきゃいけないので、ハゲ党で行きたいと思います。まだこれ最終決断じゃないですけど、多分これでいきます。以上です。国政政党党首、立花隆が NHK をぶっ壊す。